1月16日午前の取引が終了しました。日経平均株価は大幅反落しております。前引けは175円38銭安の 19,111円90銭で前場の取引を終えました。下げ幅2桁を超えまして、かなり下げがやや大きくなったというのが前引けの動きです。東証一部全体の約 16% の322銘柄が値上がり、値上がりは 16% にとどまりました。これに対しまして値下がりが全体の約 79% の1578銘柄ということで、かなり値上がり銘柄数が増えて、全体の8割近くが値下がりしてしまったと。結果として日経平均株価175円安という状況でした。全体の時価総額ベースのトピックス東証株価指数も 12.95 ポイント安ということで、大幅反落。 JPX 日経400も115ポイント安ということで、大幅こちらも反落しております。規模別で見ましてもいずれも安く、大型株指数が11ポイント、中型株指数が15ポイント、小型株指数も26ポイントということで、それぞれ下げました。全体的に薄く広く売られたという状況です。もっとも売られたと言いましても大量の売り物が出たという感じではありませんで、商いは低調でした。少ない水準にとどまりました。売買高は全体で7億1300万株余り、売買代金は8821億円ということで、1兆円はもちろん8000億円レベル、9000億円にも届かなかったということです。1日このまま単純に2倍しますと1兆7000億円レベルということになるでしょうか。2兆円には届かないというような1日の商いになるペースだったという商いの少なさでした。全体的に新規の手がかり材料、買い手がかり材料が少ない中で、先週末の海外が好動きだったということなどもありまして、全体的にリスク回避、リスクオフのムードが強まりました。為替相場がやや先週末と比べますと円高方向に触れたということなども輸出関連株の売り圧力になったということで、朝方は小幅安で始まったんですが、その後じりじりと下げ幅を広げる展開となりました。大量に売られたわけではないんですが、もう極端に買いがやはりちょっと手控えられてしまったというのが全体の動きとして挙げられると思います。結果として商いも低調という内容でした。個別銘柄でいくつか見てみますと、まず今日の売買代金トップで下げたのが任天堂7974です。こちらは先週末も下げたんですが続落しております。前引け段階で640円安、先週末と比べますと約 2.7% ほど下げて終わったというのが今日の前場の動きでした。先週末に金曜日に新型ゲーム機任天堂スイッチの発売計画を発表したということで、これで先週末はちょっと売られたという流れが今日も続いたと。為替の円高も逆風になったという動きでした。逆に買われたのは桜インターネット3778、こちらが商いを伴って上げていたのが目立ちました。こちらに関しましては新しくスーパーコンピューターシステムを受注すると、超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト向けに受注したというのを、これ先週の後半の段階で発表しておりまして、先週から同意づいて今日もこの動きが続いて大きく買われたという動きが目立っておりました。以上、前引けの模様を東証アローズからお伝えしました。